仁比総平君日本共産党の仁比総平です私は会派を代表して 斎藤法務大臣問責決議案に賛成の討論を行います。衆参両院の審議を通じて、入管法改定政府案に関わる大臣の答弁は、その立法事実の根幹部分で大きく崩れています。野党対案を一括審議してきた参議院法務委員会では、審議すればするほど大問題が噴出しています。それは、 我が国の入管難民行政と政府案そのものが、底深い人権侵害の構造の中にあるからにほかなりません。そのことに何の反省もなく、政府与党一体に審議を打ち切り、法案を押し通そうとする斉藤大臣に、法務大臣としての資格はないと言うべきだからであります。第一に大臣は、我が国では、我が国に、 難民はほとんどいないという誤った認識にとらわれたまま、隠されてきた極めてずさんな難民審査の実態が明らかになっても、3回目以降の難民申請者から相関停止を剥奪し、強制送還しようとしていることです。それは難民条約が定めるノンルフールマン原則に反するものです。我が国に本当の難民はいない、乱用が非常に多いなどとした、 久子参与員の発言について、大臣は衆議院で審議大詰めの4月25日、記者会見で、むしろ我が国の現状を的確に表しているものと擁護しました。その前提とされたのは、17年間で2000件以上を対面審査したという柳瀬発言と、それをすべて慎重な審査を行ったと。 全面的に肯定した入管庁の答弁でしたが、そのような回数の対面審査が不可能なことは、大臣ご自身、先週5月30日の記者会見で、一旦可能とした答弁を、夜になって言い間違えた、不可能と訂正したことで、お認めになったのではありませんか。その同じ日、柳瀬参与員自身が支援者との電話で、対面審査は、 一年間に九十人か百人に届かないくらいであり、年間八十人、九十人くらいは必死ですと認め、さらに難民認定すべき人はたまたま回ってきていないというだけですと語った音声データが先週末公表されました。もはや我が国に難民はほとんどいないとか、 難民認定率が低いのは、分母である申請者の中に、難民がほとんどいないからだという柳瀬発言を土台にしてきた政府案の立法事実は崩れたというべきであります。参考人の阿部聖樹教授は、ほとんどいないということは全くない、10年間で約500件を審査し、40件弱について難民と認めるべきだと意見したと語りました。 他の参与員の方々からは、柳瀬発言に大変驚愕した、職務を全うしようとしている参与員を愚弄している、と憤りが吹き上がっています。2年間ゼロ件の方がいる一方で、書面審査のみで迅速処理する臨時班が作られ、総審査件数の2割以上を柳瀬参与員に関与させてきた実態に、審査の正確性や公平性からすれば、 スピーディーに処理する判を作る発想自体がおかしい、きちんと吟味するケースと、しないケースをなぜ判断できるのかと、厳しい批判が向けられています。柳瀬参与員問題は、入管庁による難民認定審査がどれほどずさんかを明らかにしたというべきです。大臣は、3回目以降の難民申請者は、2度にわたり外部有識者である難民参与員が審理を行い、 慎重な審査がすでに十分尽くされたものだから問題ないと言いますがその認識が根本的に間違っています慎重な審査どころか一部の難民参与員は出身国情報もまともに参照せず予断をもって不認定を重ねる相関ありきのベルトコンベアに組み込まれてきました難民保護という国際社会への義務を全うするためには 難民行政を出入国管理から切り離し、独立した第三者機関、すなわち野党対案が求める難民保護委員会の創設こそ、真剣に検討すべきであります。<laughs> 第二に、入管庁がさまざまな事情で帰国できない非正規滞在者を、悪質な相管忌避者とひと,ひとくくりにして、その縮減目標を持ち、各入管に、 毎月達成状況を報告させる相関ノルマが明らかになったにもかかわらず、大臣が何の反省もなく、開き直っていることです。入管庁は、国会では令和2年度以降はコロナ禍で目標の設定は行っていない、旨、答弁しておきながら、驚くべきことに、一昨日、私が独自に入手した内部資料によれば、 令和4年度末、全国で456件の送還目標を持っていたことが明らかとなりました。それでも、業務上の支障に鑑みて、公にすべきではないなどと言い張る入管の隠蔽体質は、もはや底なしと言うべきではありませんか。第二次安倍政権の下、2015年、入管庁は仮放免の柔軟な活用から転換し、 仮放免許可の厳格化、仮放免者の同性監視と再収容の強化を進め、2016年、東京オリンピック・パラリンピックまでの送還忌費者大幅縮減を掲げ、さらに2018年に仮放免の取り消しによる再収容と速やかな送還へと厳格運用を一層強めてきました。そこに設けられたのが送還ノルマです。これが司法審査も受けない。 無期限収容と一体となって、非正規滞在者の命と人身の自由、生活を奪う拷問のような構造的人権侵害をもたらしてきたのではありませんか、個々の事情を顧みず、働ける在留資格を突然取り消されれば、人々は生きる基盤を失います、大切な保険証も住民票も取り上げられ、 子どもたちまで仮放免者として入管への出頭を義務付けられ、県外への移動を禁じられます。いつ収容され、送還されるかわからない恐怖は、人々の心身をボロボロに痛めつけていきます。送還促進のために、在留資格や収容を自ら帰国せざるを得ない状況に追い込む道具とすることは、ノンルフールマン原則に反することです。大臣には その認識が全くないのではありませんか入管が民主主義の届かない闇の中で作り出してきた構造的人権侵害のあらゆる通達を廃止し、ブラックボックスを打破すべきです。第三に、大臣が日本で育ち、学ぶ子どもたちとその家族が安心して暮らせるように、在留特別許可などの取り組みについて、 真剣に前向きに検討していきたいと答弁しながら、法案成立後、施行までに検討すると繰り返していることです。それでは、入管庁任せになるのではありませんか。ある家族は、東京入管の職員から、小学生の子どもたちの前で、裁判中だって、親はいつでも収容できるんだ。子どもは自走行きだ。 と脅されました。以来、その子は、毎日、いつパパとママは捕まるの、僕はいつ自走に行くの、と聞くようになり、弁護士との打ち合わせの時突然土下座して、助けてくださいと頼んだそうです。大臣、こんな入管庁に、白紙委任などできるはずがないではありませんか。<laughs> 第4に、入管収容の医療体制について、 大臣が、ウィシマさん死亡事件の調査報告書で示された改善策を進めるとか、常勤医師の確保や職員の意識改革など、効果が着実に表れてきていると思うなどと、国会で答弁を繰り返す陰で、大阪入管の常勤医師が泥酔し、患者への暴言、不適切な投薬などを繰り返してきたことが明らかになりました。 ところが、入管庁も大臣も、それを隠し続け、あたかも大阪入管で常勤医師が診療に従事し続けているかのように説明してきたのは、そのことが明るみになれば、法案の3月7日再提出すらできなかったからではありませんか。これも私が独自に入手した大阪入管幹部への呼吸アルコール検査の報告文書によれば、1月20日、 常勤医師が登庁した際、明らかに平時と様子が異なる状態が確認され、検査の結果、呼気1リットル中0.22ミリグラムから0.36ミリグラムが検出されたことが明らかです。ところが、その事実さえ答えられないと、隠し続ける入管庁に、入管収容の改善や改革など、できるはずもないではありませんか。<laughs> 大臣、大臣は、 入管庁幹部の声ではなく、人権と人道に反する非正規滞在者の不安と恐怖の声、保護と共生への希望を見出そうと、手をつなぐ人々の声こそ、聞くべきであります。今からでも入管法政府改定案を撤回し、国際人権水準に基づく根本的見直しを行うことを強く求め、 法務大臣、問責決議案に賛成の討論といたします。